表彰は千葉木内俊英委員長が行います。優勝は渡辺隆輝君、城西大城西、1分50秒39でした。賞状とメダルが授与されます。第2位柴田隆平君、東大和、1分55秒42。第3位長嶋和典君、新宿、1分55秒02。第4位小宮武君、インパ明星、第5位臼田健太郎君、希望効果、第6位田口隆輝君、東海大浦安。以上で南関東男子 100m 競走の表彰を終えます。選手の皆さん、おめでとうございました。Ha ha ha!